ここは豊富天満宮です。太宰府天満宮、北の天満宮と並ぶ全国3つの天満宮、まあ、これが3つ3並びというわけですが、その中でこれが最も古いそうです。藤原氏の謀略で左遷をされ、失意のままに没した菅原道真、悪霊となって京都に雷を落としまくり、藤原氏や天皇などを殺し始めたということで、とにかく菅原道真の、悪霊をですね、おだてまくって、そしてなんとか静まりたいと神頼みをした、その発祥の地と言われています。ここは山口県防府市、今日は9月の、8日であったでしょうかね、9日かな、日曜日。もう時間がないので、実は豊富天満宮の中に入ることができません。今日の工程はね、そんなにのんびりとしたものではないので、まあのんびりしてるんですけど、時間に余裕あまりなく、というか私がネットカフェでね、漫画とか読みすぎてダラダラしてたのが悪い。私はすっかり体力を回復したのは良かったんですが、豊富天満宮を見る時間をなくしました。一応前だけは来てやろうと思って行ったんですけど、ここから歩いて20分かかるんですけど、駅まで20分なんですよ。ただ列車は12分後に出る、すなわち走らなければいけません。体力回復した意味なかったよな、これいつも思うんですよ、こういうの。昨日豊富駅に着いた時、豊富天満宮まで 1.2 キロって書いてあったんで、それぐらいの距離かなと思ったらね、実際には Google マップで 1.6 キロって出ましたんで、 400m の差があります。ちょっとね、そういうの結構地方の駅で道案内の距離とか見るとよくあるんですけど、なんでずれるんだろうな、そんなに。なんとかなんないかなと思います。しかし、まあ本気で走った結果、 1.6 キロを8分で来ることができました。そんなに速いのかと思うんですけど、 1.6 キロの数字が間違ってたのかな。あ、とにかく頑張りました。もう暑いのなんの。柳井港駅で降りました。この駅では結構スーツを着たり大きなキャリーバッグを持ったりした人の下車がありました。この目の前に柳井市柳井港がありますが、今日の行程をここでご紹介します。さっき豊富を出発して山陽本線をおよそ1時間東に上りました。途中徳山を過ぎました。もうちょっとさらに東に行けば山口県の東端岩国に着きますが、ここから船出します。せっかくの瀬戸内海島巡りを楽しもうと思います。つまり昨日本州に入ったばかりですが、早速本州を抜け、今日から四国の旅が始まるということになります。こんなところで始まるとはね、皆さんも思わなかったと思うんですが、次の目的地は愛媛県松山市です。駅の目の前が船乗り場。今日は暑いですけれども、その代わりよく晴れていて、瀬戸内の島巡りが楽しい天気になっています。学生証を持っていけば安く乗せてくれるみたいです。車と一緒に乗船、瀬戸内海ではよくある光景です。この辺りは海と島との連絡が多いからね。周防、山口、柳井と伊予、愛媛、松山を結ぶ防御フェリー、所要時間は2時間30分で、途中周防大島という大きな島へ寄港します。船の中にお金を使うようなところは自動販売機ぐらいしかなく、まあ、2時間30分の間テレビでも見ながら、まあ動画編集もありますけどね。一番の楽しみは外に現れる島々、退屈することはないでしょう。柳井港を出まして、今山陽本線と並行し東へ進んでいるところ。この海が瀬戸内海です。もともと瀬戸というのは、海が島やそれからそれぞれの陸半島などで狭まったところという意味があるそうでして、別にこの地域だけを指す言葉ではありません。さっき出た山陽本線柳井港駅、そのお一つお隣があちら、もう見えています。こちらは大畑駅。この大畑から昔は JR、まあ国鉄ですけれど、その船が出ていました。どうもこの辺りの岸壁から出ていたようですけれど、大島連絡船。その向かう先はこちら、対岸の島、周防大島です。八代島とかそんななんか名前もあるそうですけれど、そこまで1日に40本程度船が出ていて、これ結構大きな島ですからね、人口も多く、その交通、どこが覇権を握るか、熾烈な争いがあったようです。現在はこの大島大橋がかかりまして、この周防大島と本土はすべて陸続きになりました。連絡船などもすべて廃止されています。その奥を見ても、海はどこかで必ず景色が行き止まり、この瀬戸内海に広がる海の数は、確か合計で、海じゃない島の数はね、海上保安庁の、いうところでは、周囲、の、全長が100メートル、それを、上回る島で全部数えると、合計で700ほど。ウィキペディアには3000と書いてありましたが、まあ、それだと本当に小さな無人島も含めた数なのかなと思います。
この船もこの周防大島に寄港します。大島と名が付いている通り相当大きな島なので、ここから橋で渡ってもまだ島の中で、バスを使い長距離の移動が必要となる場合が多いのです。この島の反対側に港があって、そこにこの船は着くそうです。今日私が通ってきたところにも旅客用の船、航路が様々たくさんあります。さっき通り過ぎた徳山からは大分県へ向かうフェリーもあるし、またその周辺の離島2つほどに向かうフェリーもあります。この船も周防大島、松山、そしてさっきの大畑からはまた周防大島行きの船が昔は出ていたし、この先も瀬戸内海と四国、もしくは途中の島を連絡する船多数見られるわけです。向かいに見える周防大島は本当に立派。今日本当はね、この大島にバスで行ってみようかなとか思ったんですけれど、意外と立派な割には見るべき観光スポットみたいなものは分かりやすいものそうはないようで、まあ瀬戸内海にこんな大きな島が浮かんでいるのだということは分かっても、まあそれ以上のことはないと。じゃあ今回はちょっと残念だが飛ばすかなと、周りからこの船で代わりに見ることにしました。こんなのがね乗ってました。これかわいそう、虫ですよこれ。どっから乗ってきたのか分かりませんけど、この海に落ちたら死にますんで、途中の周防大島か四国でなんとか下ろしてやらなければいけません。また向こうに霞んでいる景色を見ると、多分あの辺は岩国市、岩国も石油化学コンビナート大きな工場群が見えるんですが、ここからね煙突が立ち上ってるから多分そうでしょう。瀬戸内海はこのように船がたくさん往来するところなので、工業も大変盛んなのです。多数の陸地と接していますので、陸からの栄養分がたくさん流れ込み、そして激しい潮の干満から海の底に沈んだ栄養分が幾度となく巻き上げられる、この瀬戸内海は豊富な漁場としても知られ、瀬戸内の美味しい食べ物がたくさん取れます。またこの近くには航空自衛隊の岩国基地があって、何をやってるのか分かりませんが、素早い戦闘機が2つ並んでさっきからぐるぐる飛び回っています。上空を飛ぶとものすごい音ですが、そのおかげで私も気づくことができました。本当にお魚が多くてですね、今真下を歩いてたらなんか細長いタチウオみたいなあのやつがね、この船の波から大急ぎで必死に逃げているのが見えたんで、まあ無事に逃げ切れたようでしたけれど、本当にいろんなのこう見てると流れてくるものも多いですからね。しかし大陸と接しているわけではないので、ハングルとか中国語とかが書いたゴミが流れてくることがないというのはいいことです。今ね Google マップを見てたんですけど、多分あそこに見えるあれが日本三景で有名な宮島じゃないかなと思う。私歩いてあれの上に登ったことあるんですけど、あんなに高かったかな一番上、ちょっとなんか自信がなくなってきましたが、でも多分そうです。もうこの辺りは全て広島県の景色。今度この船が何をしに来たのかわかんないんですが、温度2000って書いてあるな。温度というのは、愛媛県と、それから広島市呉方面と結ぶとき、その間で、非常に海の幅が狭くなっているところがあるのですが、まあ、これはまた今度ご紹介しますのでお楽しみに。そこを通り抜けているやっぱ工事用の船みたいですね。こっちはこんなのどかに、あ島が見える景色、天気がいいとやってるわけですけど、本日は東京台風15号が襲いまして、飛行機は欠航の連続、山手線も朝から動かない、かなり苦労されているそうです。本土側を見ればあそこに見えるこちらが有名な世界文化遺産も持っています厳島宮島です。もうちょっと右の方が広島県広島市、ちょっとその都会の様子は見えないですね。この手前の枝島に阻まれています。これも本土と橋で陸続きになりました。ここから望むとなんとなく広島市街も分かりますかね。今画面の中央に置きましたけど、山陰がかなりグレーになってですね、建物がずらっと並んでいるような雰囲気が見て取れます。多分あそこが全国で8番目だったでしょうか、大都会広島市、中国地方の中心です。でこれ目の前にあるこの島、黒島というそうなんですが、この島の交通はどうなってるのかな、調べたら向こう側の岩国市と1日3便出るフェリーで一応結ばれているそうです。そういうふうにこの辺りでは本当に多くの船が出ます。郵便局とかもその島に用意されていて、多分その船に乗せて、そういったものを運んだり、さまざまな役目が船に助けられています。柳井を出てもう1時間経ちましたが、まだ出港してから右に見えていた周防大島の脇をひたすら進んでいます。すごいですよね、これも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 全部別の島のようです。船が今ちょうど案内の音楽を流し始めたところ、もう間もなく周防大島三ツ浜港に着きます。
先ほど親切な地元のおじさんが話しかけてきて、いやそれだけいっぱい写真撮ってるからさ、あのこの辺りにダッシュ島ってねテレビに出るのがあるんだよ、あのどこにあるかちょっと後で出たらまた教えてあげるからさ。ダッシュ島というのは私でも知っております。まあテレビはあの見たことはないんですけども、鉄腕ダッシュって番組、あれ今でもやってるんですかね、あの TOKIO が問題を起こしたのは知ってますが、それでなんかサバイバルみたいなのやる島が、この山口県周防大島の近くにあるんだそうです。それ知らなかった、ごめんなさい。あのね、三津浜港ってのは松山の港の名前だったみたい。これはまた別の名前の港みたいですね。ちょっとこれは存じ上げません。結構早々と行くんだな。この船は両側ともにこのようなタラップがついていて、船の前後を切り替えることなく、すぐにあそこへ接岸することができます。これ瀬戸内海を通っている小型中型の船は、このような前にも後ろにも動ける形の船が使われることが多いのです。その方が効率がいいですからね。いろんな島を巡る、着いたり離れたりする船には必要な作りです。ここからは自転車の人が一人乗ってこられるようです。自転車が乗るためには追加料金1000円が必要です。なおこの船は基本的に昼間だけの運航ですが、平日は夜でも運航しておりまして、午前1時台、2時台、3時台なんかそれぐらいあるのかな、深夜帯の便も3便ほどあるようです。今日はただ、日曜日なので運航がありませんが、どちらにせよ真っ昼間の瀬戸内海の海を眺めたかったから、まあちょうどよく問題はありません。ロープで持ってぎっちりと今岸壁に固定されました。すごいな、恐るべき早業。もう慣れてるんでしょうね。ここで降りる人も少しはいるんだろうと思うんですが、今日はいないのかな。自転車の人も逆光で顔が映っていないので、まあ遠慮なく撮らせてもらいますけど、この大島での下船はなく、乗船は1名ということでした。結構少ないですね。人が乗り込んだのを見るとすぐにまたタラップが上がり、直ちに出港です。で、この辺りからいよいよ周防大島が終わりまして、狭いところを抜けて愛媛県に向かいます。ここがこの船の通るルートになるのかちょっと分かりませんが、あ、でも今この船右に曲がってるから、あの狭いところ抜けるんだな。この辺りからはもうしばらく見晴らしがいいようです。まっすぐ見進んだこの先、多分横長にこうビャーッと伸びてるあれが四国でしょう。しかし本当に迷路のような作りです。これ本当ね、道間違えるっていう可能性がありますから、普通の海だったらまあそんなことあんまないと思いますけど、あまりに入り組んでますんで、ここをこう行くのかな、こうそれを見定める楽しみもあります。海上自衛隊の何の船か分かりませんけど、まあ、そんなものもこううろうろしておりまして、右奥のところ、これですね、これがねテレビでも有名、先ほどお話ししましたダッシュ島、両方ともつながった島なんだそうです。まあ、私全くその見たことがないんで、どんな施設なのか分からないんですけど、まあ、何かきっと建ててるものも何かあるんでしょう。なんか家とか建てると聞きましたんで、またちょうどこの辺りは呉軍港から出撃する軍艦の通り道だったようです。まあ、今も自衛隊の船が通ってるのを見れば明らかですよね。またこの辺りは多少視界が開けるところ、あちら側には九州、大分県国東半島もありますが、まあ、今日はさすがにねそこまでピシーッと晴れてるわけじゃないんで、なんかありますけど、あれが大分だったらすごいが、まあ多分違うでしょう。さすがにこの船の後ろ、この辺りになんかダッシュ島、つまり TOKIO の人たちが建てたなんか家とかがあるらしいんですけども、ちょっと見ても人工物みたいなものはこの距離では分かりません。この画面の真ん中あたりに何か白いものが浮かんでいるか建てられているか、それが分かるのみです。この船ね Wi-Fi ついてるんですけど、広島フリー Wi-Fi って言うんですよ。広島フリー Wi-Fi、 これなんで山口県と愛媛県との間に広島フリー Wi-Fi が飛んでるのか分かりませんが、あるのは便利ですよね。で、それからまただいぶしばらく時間は過ぎまして、もうこちら完全に愛媛県、途中で広島を見ながら愛媛に渡るってのが面白かったですね。こんなこうポツポツ相変わらず最後まで島も見えます。もうこちら愛媛県松山市三津浜港、さすがやっぱり県庁所在の場所なだけはあるな。こんな風に家がたくさん並んでいて頼もしい光景です。さすがにぎわう港、船は忙しく出たり入ったりしています。四国の地を踏みました。愛媛県松山市三津浜港、駅までとりあえずこのクーリッシュを持って灼熱の太陽にさらされます。今日は9月の7日、全然涼しくなりません。
オレンジ色の電車、四国松山周辺を走る伊予鉄道です。ここで走っている電車は昔東京などで走っていたもので、愛媛ではほとんど雪は降らないんですが、その名残、大切ブレーキが備わっています。次の大手町駅の手前には日本の中で非常に珍しい形をした線路があります。ちょっと手ブレ補正機能がなくなっちゃったんですけど、ご容赦ください。ダイヤモンドクロスと呼ばれるもので、この先路面電車とこの私の今乗っている線路が垂直に交差をします。その部分で垂直に交差する線路が珍しいというわけですが、床の下からゴリゴリこう不思議な形の音が不思議な音がしてくるのもお分かりいただけたでしょうか。これがダイヤモンドクロス。到着しました。ここが愛媛県、四国の中で一番人口の多い町、松山です。伊予鉄道の路面電車、伊予鉄道バスが行き交います。四国ではもちろん JR 四国を中心に使うわけですが、 JR 四国の松山駅とこの松山市駅は少し離れておりまして、松山市駅が松山駅の中心により近く栄えています。このような立派な駅舎、上には伊予鉄高島屋、要するにデパートが入っています。で、松山に来たら早速登るべきはこちら。もう一つの名物は松山城なんですが、その松山城を最も手軽にかつ美しく見られるのはこの観覧車。実は非常に安く利用することができます。この観覧車は安くというかもうタダで乗れるんですけど、多分ね、観覧車タダで乗れるのってここだけだと思いますが、これですね、伊予鉄道の市内電車1日乗車券を買うと、その特典で無料でこの観覧車に乗ることができるのです。普通観覧車乗るだけで700円とかかかりますからね。前来た時も長蛇の行列、今日は幸いなことに非常に空いていました。この辺が経済の中心って感じだな。証券会社、銀行ずらっと並び、あれが確か旧愛媛県庁だか今の県庁で、そのすぐ上の山の上にあるこちらが松山城、建てられてから一度も焼けたり壊れたりしていなかったと思います。あの山の上へ登るにはロープウェイなど山の裏側から利用して登ることになりますが、まあ、結構きついわけですけれど、それよりもこの対岸からカメラでズームアップをして見るのが一番美しい本来の松山城の楽しみ方のように思います。もし松山を四国の中心の地とするならば、まあ、おそらくここが松山の中心ですから、本当に四国の核をなす部分。その真下にはこんな感じでアーケード付きの商店街、路面電車が走り回ります。もうそろそろ一番上のところ、ぐるっと見渡すとまあ大体こんな感じ。こっちの方もね、遠くまで市街地が続いていて、まあ、割と都会的であるという印象を皆さんもお持ちになるんじゃないでしょうか。松山名物の道後温泉はだいたいこの方角、この真下にデパート高島屋がありますが、この町にはもう一つのデパートがあります、三越です。一番高いところから松山城を見ますと、右下の県庁、左下の、まあ、一連の施設、上にずらっと並ぶお城、天守など、結構綺麗に見えるんですね。これほど高いところはもう市内にはこことあの山の上しかないわけですので、いかにこの観覧車が価値のあるものか分かりいただけると思います。大街道駅に着きました。よく言われる、なんか愛媛県民をバカにしたような言い方らしいんですが、まあ、愛媛にはあのポンジュースをひねると蛇口が出るやつがあるんでしょうとか言われて、それに対抗してできた面白いスポットがあります。まあ、結構いっぱいあります。もう大変なんで登りませんが、松山城への登り口、それをまっすぐ行ったところのお土産屋さんには立ち寄る価値があります。で、目的地はですね、この蛇口から出るみかんジュースだったんですが、断水中。これ100円で飲めるんで美味しそうなんですけど、残念だな、これなら行く意味ないよな。こんなん
一応ね6時までってことなんで、まあ時間は大丈夫なんですけど、まあ何の事情があるのか分かんないですけどね、まあダメなもんはダメ、しょうがないですけどね。ああみかんジュース飲もうと思ったら、まあ別にただ実際のところ蛇口から出るだけで、あの蛇口から出るみかんジュースもあのなんかそこら辺で売ってるみかんジュースも一緒だと思うんですけど、まあなんかねこう気分が、あああとこうわざわざここまで電車で来たのに、まあ電車乗るお金もタダですか。本当は宇和島名物だと思うんですけど、同じ愛媛県の名物、これ門屋の鯛めし、以前うちのチャンネルでも本場宇和島でご紹介しましたが、美味しいですよね。この辺りの海賊が食べていた料理だそうでして、鯛のお刺身をご飯に乗っけて卵とだし汁醤油をかけて食べるものです。鯛めしにも南予の鯛めしと、あとなんか東予っていうのかな、この辺り、ま、中中予とかその辺だと思うんですけど、松山風の鯛めしにもあって、まあ、それはこういう風にね火が入ってるやつ、これも食べたことないんですけど、松山はこっちで宇和島はこっち、まあそんな感じですね。このお城周辺の通りはね結構鯛めしの競合エリアみたいで、これがどのぐらいの量なのか分かんないですけど、これは1680円からあると、私前食べたの2500円とかしましたけどね、この値段だったらまあなんとか今日は食べてもこんなにお金他に使ってませんからね、これいいんじゃ、食べるか食べてもね、視聴者の皆さんちょっとなんかこの間ね、あの天神でなんかこう私があの視聴者の、昔からの、ね、付き合いのある方のおごりで、屋台食べたらなんかこうブチ切れたコメントあったんでね、結構来たんで、そういうのなんかこう貧乏旅行じゃないのかふざけんなみたいなのあったんで、こんなもん食べたらまたみんな見てくれなくなるんじゃないかなと思ってね、あの心配でしょうがないんですけど、まずこういうのは下手に食べちゃってね、再生が減るとまたこの酒の生活が苦しくなると思うと、あの贅沢もできないんですが、いいですよねたまにはね。てかもう昨日旅の方針を変えてちょっとゆっくりして、日々の生活レベルを上げる代わりに1日の工程をちょっとゆっくりにして全般的に進行を遅くすると言いましたんで、いいよな、いいよな、食べよう、大丈夫でしょ、明日も見てください。味に関しては本場宇和島の有名店門屋と別に違いはないように感じました。要するに満足しました。鯛とそれからご飯山盛りと、あと卵とだし汁と付け合わせ、そんな1600円もするかなとも調べたらですね、この大街道行ったところにあのなんと1000円で食べられるところもあるんだそうです。まあでもそのぐらいの値段で普通ですよね。ちょっと観光地価格で随分お金を使ってしまったような気はします。反省します。関住に酔い前下校長、今まで松山何度も来てるんですが、路面電車が環状線というのがあるのを知らず、全部道後温泉に行くもんだと思って、山手線のようにぐるぐる周回して、1時間、わかかんない、30分くらい無駄にしましたがね、これが道後温泉駅。ここに停まっているのは、用鉄道路面電車の、なんだ、坊ちゃん列車名物で、乗るには800円かかります。だから乗れないんですが、まあ、結構ね、面白い見た目で、冷房はついてませんけど、ガタガタ音を立てながらね、あれで街の中を、あの、沈道行列っていうの、なんかそんな感じで抜けるのは、なかなか最高なもんですよ。この辺りが伊予鉄道に支配されているというのが、よくわかる光景です。あ、ですね、国宝重要文化財の石手寺というすごいお寺があって、なんかそれがあの安倍政治を許さないみたいな張り紙でなんかすごいことになってるって見に行きたかったんですけど、暗すぎてやめましたね。で、ここ着きました。なんか変な、これなんでこんなゲームセンターみたいなのできたのかなと思ったらですね、これ見覚えある景色、こちら道後温泉本館です。ただいまこの間もご紹介しましたが工事に入っています。表側はねこのように、まあ、割とほとんど見せてくれています。道後温泉本館、この道後温泉は日本三古泉の中にも入る非常に歴史のある温泉で、千何百年だかねそれぐらいあるすごい温泉地なんですけども、ここの道後温泉本館というのもまた古く明治時代の建物、
前はそこに値札が貼ってあったんですが、まあ、ファーストクラス、ビジネスクラス、プレミアムエコノミー、エコノミーみたいな感じだったんですけど、今はですね、この温泉の、施設のほとんどに入ることはできず、有名な個室休憩所なども利用することができず、大衆的なところに入るだけ、エコノミークラスのみの設定、まあ、大体そんなイメージです。エコノミークラスの風呂初めて入ったんですけど、なかなか良かったですね。ただね、この工事は7年かかるんだそうです。ちょっと長い、7年かと思ったら、まあ、受付の方の話では、まあ順次その間に奥の方もできてきて、また使えるようになるんじゃないですかねということでした。実際とか分かりませんが、値段とかに不足はないかなと思います。結構お湯も深くてね、高級な方の湯船とその様子は全く変わらなかったですよ。でお客さんもたくさんいたんですけど、混んでいるのは脱衣所で、みんな譲り合って利用し、良い雰囲気になっていました。1680円が安い方だとかなんとか言いましたけど、この観光地の道後温泉の手前のところでも1500円で、こういうね、こう雑巾みたいな形してる、これを、なんだ、じゃこ天って愛媛の名物なんですが、そういうのがついてで、これってあるんで、やっぱ1600円はちょっと高い買い物でしたかね。まあしょうがありません。美味しかった、とても良かったですよ。で、市内中心部へまた電車で帰るわけですが、ポンジュース買ったんですね。ポンジュースこの大きさでも、160円、ちょっと高いですけどね。まあそれしょうがない、ポンジュース基本より高いですから。で、愛媛県ではすごい人気なわけですけど、よく考えるとポンジュースってあんま美味しくないんですよね。私がちっちゃい時、小学生ぐらいの時はよくうちの祖父なんかに、ね、飲ませてもらいましたけど、その時は美味しいと思ってたんですが、ちょっとね、今飲んだんですけど、めちゃくちゃ美味しかったんですよ。なんでこんな美味しいのかなってぐらい美味しくて、今言ったことを訂正しなければなりません。大街道で降りて、しばらくこのスターバックスで時間を潰していました。まあ、潰していたっていうよりは、ちょっと動画を作ってたんで作業してたんですけど、さっきポンジュース一気飲みしましたんでね、これスターバックスでいつも私が動画編集するときに最近飲んでるんですよ。まあ、本当はディカフェ、カフェイン抜いたコーヒーの方が好きなんですが、コーヒー高いんで、これがね、一番スターバックスで安いメニュー、324円のお茶です。で、ブラックティーってやつはカフェインが入ってて眠れなくなるんで、パッションティーっていうカフェインに入ってないやつにしてるんですけどね。ただ今日はよく考えたというか、さっきオレンジジュース、ポンジュースあるからというか、全部飲んじゃったんですよ、一気に。喉乾いてて、もういらないじゃないですか、余っちゃってる。で、これからまあネットカフェに滞在中の間、飲み物を全く飲まないことはありませんが、お、すごい、ちょっと食べた。全く飲まないことはありませんが、あれだ、まあ、ネットカフェはドリンクバーがいっぱいありますんで、別に飲む必要ないですね。これ明日の朝までずっと持ってることになるんでしょうね。ネットカフェで氷もらって冷やして出てこようかな、そんなことしていいのか分かんないですけど、まあ、また明日って感じですけどね。まあ、この先だね、松山には快活クラブ、ネットカフェはないんで、まあ、コミックバスター、この間みたいなパターンですね、あそこに行くことになります。で、それは幸いなことに松山市駅前にありますんで、まあ、これからですね、路面電車に乗ってこの大街道から、まあ、どうせタダですから松山市駅まで行き、明日市駅からスタートですね。で、JR 四国の特急に乗りますよ、明日はね。こう行って松山駅から、四国を東側を目指すことになります。じゃあお楽しみに。こんな感じでした。ご視聴ありがとうございます。